中央町2丁目、中央町3丁目がある。住居表示施行地域。郵便番号は755-0045。南西側に、宇部鉱山宇部ケミカル工場が接する。金融機関や企業支店が立ち並ぶ平和通り、宇部市の中心市街地に位置する。地域内は商業地域となっており、宇部中央銀店街。 新川駅前商店街が地区を東西に貫き、宇部中央銀店街の南端には、宇部中央一番街、地区の西側には、高山通り商店街、北東の宇部中央バス停沿いには、宇部中央バス停商店街が立地する。新川駅前商店街には飲食店等が多く、立地し、周辺は、歓楽街となっている。また、宇部中央バス停商店街には、 金融機関が多く立地している。地区の北東に接する平和通り沿線には、宇部中央バス停を中心として、ホテルやオフィス、金融機関等が立地し、地区の南西を通る国道190号沿線には、ロードサイド店舗が立地している。かつては、宇部中央銀店街に、大和中央店、新川駅前商店街に、大和駅前店、宇部中央一番街に、 レッドソキューや宇部東方等が立地したほか高山通り商店街はその名前の通り、宇部新川駅から宇部高山への通勤者で賑わっていた。しかし、モータリゼーションが進む中で駐車場等の整備が遅れ、郊外の大型ショッピングセンターに消費者が流出した、結果、これらの大型店は2008年までにすべて閉店し、地区内の商店街には、 核となる大型店が存在しない状況となった。宇部市では2000年3月に策定された宇部市中心市街地活性化基本計画に基づき中央町三丁目地区のインフラ整備を進めている。中央町三丁目第一地区では総事業費約22億円で2001年度から2004年度にかけて土地区画整理事業が施行され、 商店街アーケードや老朽化した木造家屋の撤去、境いない路の拡幅、電線類地中化、広場の整備が行われた。この事業によって従前に66人であった地区内人口は約200人に増加し地区の子供会が復活したほか、地区内で建物の外観を統一することを定めた町づくり協定を作成するなどの取り組みが評価され、 2007年6月には都市景観大賞美しい街並み優秀賞を受賞している。中央町3丁目第2地区では2008年度から住宅市街地総合整備事業が施行中であり、2012年度までに第1地区と同様の整備が行われる予定であるが、この事業は土地区画整理事業ではないため、 老朽建築物等の除却は希望者のみに対し行われることとなっている。このほか、2009年度には、宇部新川駅から国道190号に至る、交山通りの拡幅、再整備が完了している。同年、旧宇部東方ビルに商業施設、ルナーレが開業した。宇部中央一番街新川駅前商店街、宇部中央銀店街宇部中央バス停。 ありがとうございます。